中に、証拠型電源、発信機が入っている。寿命は、約10年で取り替える必要がある、直接式 TPMS センサーの例。壊れた直接式 TPMS センサーの取り替え。TPMS、または、タイヤ圧監視システムは、自動車のタイヤ空気圧を常時モニタリングするシステムで、問題があれば、警告で運転者に知らせる。 アメリカで2000年に起きたタイヤ空気圧の低下により、発生した事故により、自動車の安全規制トレッド法が可決された。そのため、タイヤ空気圧を監視し、低下を警告するシステムの装着が義務付けされた。アメリカでは、新車販売に対し数年前から段階的に義務化され、2007年9月より完全義務化となる。また、ランフラットタイヤを装着する場合は、 本ユニットを装着することが協定で定められている。システムには以下の2方式がある。タイヤ内部の空気圧が低下すると外径が小さくなる。ため、結果的に回転数も変わることを利用して空気圧の低下を検知する方法。回転数の検出は ABS で利用されている。センサーを利用する。このためソフトウェアの変更で使用できるため安価にできることがメリット。 しかし、走行状況に左右されるケースが多い。一部の車種では、エアーツの調整やタイヤ交換を行った際は、システムをリセットする必要がある。過去、トヨタやスバルなどの一部車種に採用されたこともあるが、信頼性に欠けるものだった。現在は、BMW やメルセデス・ベンツに採用されているが、現状、アメリカのトレッド法の基準に適合していない。 このため、タイヤ空気圧が低下した際のサスペンションの動きの差を検知する方式が開発中である。直接式は、タイヤやホイール内部にセンサーを取り付け、タイヤの空気圧や温度を検知し、車体側の受信機へ電波で情報を送信し、空気圧が基準外になっている場合は警報を発する。直接式にはタイプが2種類あり、エアバルブといった意識のバルブタイプ。 ホイール内部にベルトで固定するベルトタイプがある。現在はバルブタイプが一般的である。また、車内で空気圧などをモニタリングできるタイプも多い。10年ほど前から一部の自動車メーカーで採用されていた。ドイツのアリゲーター車とベル車のものが有名である。現在はシーメンス TRW など数々のメーカーがセンサーを製造している。 日本では、レクサスの一部車種が、太平洋工業製を採用しているほか、後付けようとして、同社の TPMSB-0H が、ブリジストン系のタイヤ店等で販売されている。電波を使用する、関係上、国ごとに使用可能な電波が異なるため、センサーや、受信機をそれらのエリア別に製造する必要がある。また、センサー側に電源を必要とする。 TPMS は米国だけでなく、2012年では欧州で義務化が決定され、2013年には韓国でも義務化され、こうした国への日本車も TPMS を標準装備している。ただし、日本では義務化が遅れている。日本では輸入車はもちろん、国産車でも車種によっては TPMS を装置している、車種もある。2019年7月現在、 日本自動車連盟がタイヤのパンクによる出動件数が10年前に比べて約10万件増加したと発表している一方、国土交通省自動車局技術政策課は日本で TPMS 義務化の動きはあるのかとの問い合わせに対して義務化の時期の見通しなどはなく、現在事故実態の検証や有識者の意見を集めながら検討中である。 と30年来の答えをしている。米国と欧州での法制化を受けて、国際連合でも TPMS に関する多国間協定が進められた。ありがとうございます。